今年は本当にメガネと仙台をあの J1 に導けるように。おだす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 、元気そう。おだすおだすおだす。今日は林明宏選手、よろしくお願いします、はい、密着ということで。もうちょっと天気悪いですね。ね、今日天気悪いだいぶ悪いですね。なんかいいね、なんかお風呂入ってます調子が良さそうだね。練習何時？9時半。9時半。もうちょっと早めに来て準備ってことで、はい、練習めっちゃ来たので、ありがとうございます。お願いします。一番のピーク、一番きついいってらっしゃい。はい、今回なんですけど、改めて林明宏選手の密着ということで、はい、昨年、まあ、年末に対談させてもらったんですが、はい、今ベガルタ仙台本気から加入ということで初の J2 挑戦、はい、まあ、昨年度 FC 東京契約満了ということで、J1 通算259試合出場ということで、まあ、誰もが知ってるゴールキーパーなんですけど、まあ、契約満了ということ で新規一点ベガルタ仙台で、まあ、今季 J1 に上げれるかっていうキーを握る選手だと思うので、そうですね、はい、チェックしていきたいと思います。練習より1時間半前、はい、より早く入って、でまあ、もうルーティンなんでしょうけど、まあ、怪我をしないっていうのを大前提に、まあ、しっかりした準備の中で入るという形になると思うんですが、今ですね、まあ、近くでガンガン音楽かけてるので著作権 NG になっちゃうんで一応離れてきたんですけど、はい、まあ、音楽をかけながらこう、ね、テンポよくっていう、あのベガルタ仙台、まあ、最年長がリャン・ヨンギ選手で、まあ、その次、林明選手とか遠藤康選手とか、うん、まあ、そこら辺もベテランがかかってくるんです。かなりもうあの J1 昇格っていう意味では気になる存在だと思うんで、キャンプでもなかなかこんだけ早く来る選手はいないかな。あ、そうなんですね1時間前とかいるかもしれないけど、1時間半前まではあんまりいないかな。まあ、俺とかもバスでギリギリに来るっていう感じで、まあ、ギリギリというか、まあ、まあ通常バスでみんなね来るから、はい、このぐらいちょっと体にまあね気を使ってるというか、まあ、大怪我っていうところもあったと思うの で、ね、それを乗り越えているので今のルーティンが出来上がっていると思いますね。もう一回ちょっとね、あの林選手近づくとあの音声カットにしますから意識でやってるのか後で聞くんですが、ストレッチだったりその大会に刺激を入れる、サッカー目指す方々とかすることで参考にしていただきたいメニューがたくさんですけど、まあ、やっぱ疲れた中でもその、ね、刺激を入れるとか神経系をうまく目を覚ますっていうところだったり、まあ、あそこまで俺はもうアップそんな有名にしたかったけど、まだだって55分前そうで、刺激を入れたい人は第来るみたいなんですけど、10時から、まあ、残り55分なんですけど、1組目がもうちょっとしたら到着するということ で2組目が、9時40分にホテルを出て15分前ぐらいに着くということで、まあ、そこが大半を占めると思うんですけど、プロフェッショナル。今30分ぐらい、これずっとキャンプからやってるの？そうずっと午前午後1時間半前ぐらいやって、毎日。え、これは何でこれ、まあ準備の部分もあると思うんだけど、あ、補強もだし、まあ、俺はいつもなんですよ。いつもそうなの？もうルーティンなの？怪我したからもうプラスアルファ、あ、なんか
やり残して練習できるって書いてあるので、なるほど、このまま、練習の一般的なものをやってテーピングを巻いて、うん、ある程度準備して、ラストもう一人動いて、マジすごい、ありがとう、はい、そう準備中、すいません音楽全然かけてね、もう疲れちゃいそうですけどね、逆に無理だこれは無理だそう、怪我したことにより補強する部分っていうのは、まあ、それは理解できたんだけど、うん、もうこれプロフェッショナルだなっていう、もう長年こんだけ一戦でやって、まあ、お怪我も乗り越えてっていうことで、そこのね、細かい細部をこだわってるからこそなんですけど、だからまあ密着したいっていうのもあったんですけど、まあ、酒井豪徳選手も密着もさせてもらいましたけど、こんだけこだわり抜いて結果が出るか出ないかっていう、本当にシビアな世界なんで、ちょっと戻りましょう。はい、こちらでセットプレーということで、はい、まあ、そちらはちょっと戦術的な部分が入ってくるので、まあ、ちょっと公開できないので、まあ、セットプレー後にミニゲームがあるということなので、あの新加入ながらにやっぱり林選手キーパー薄
後ろから最後尾から、はい、まあ、練習中もちょっと声をかけてチームを盛り上げようっていうところだったり、声も通るしね、うん、いや本当にそう、うん、練習中とかも笑顔が多いですね、とにかく、はい、選手やってみたりするとか、技術もすごいですし、プレーをやってるだけで勉強になって、一緒にやってて勉強になりますし、それも皆さん自分の課題であるところとかを指摘したし、自分の経験だったりとかをより口に出して言ってくれるんで、より勉強になります。まあ、フォワード選手自身も刺激になって、学びになって、いい存在になって、はい、一緒にしてくれます。今日は一部練習これで終わるみたいなんですけど、はい、沖縄今日寒すぎて風邪ひいてる。まあ、みんな他の選手たちは上がってるんですけど、はい、まあ、最後の最後まで当たり前のように当たり前のことをやってる。多分これができない選手が大半だと思うので、ここまで。お疲れ様でした。お疲れ様です。今日密着させてもらって、トレーニングも1時間半前そうすか準備して、はい、終わってもちょっと残り練習して、はい、クールダウンしてっていうので、これも毎日ずっと。そうですね、2分練ある時あんだけのジョグ入れられないんで、まあ1分の時はちょっとジョグ入れたいなと思って。これはもう明日の準備っていうか、まあクールダウンっていうか。そうですね、まあいつもやりたいんですけど、ちょっと2分あるとき、ちょっともう午後の練習時間決まってて、うん、もう戻るまでのサイクルがどうしても時間間に合わないんで、
すごい印象的だったのがトレーニング中のやっぱ選手とのコミュニケーション量っていうと、あとプレー中のその伝えるコミュニケーションっていうのが、はい、的確かつ多いなっていう情報がを伝えるのが、はい、それはもう昔からこう、そうですね、もう昔から、まあ、だから結局自分がどうやりたいか、自分がまあこういう風にやった方がうまくいくんじゃないかっていうのは自分の中で留めてても多分結局伝わってなくて、でチームがこういう風に変化したら絶対にいいチームなのになとかと思ってても味方に伝えないで味方が分からないでバラバラの動きしてるとやっぱりチーム力にはならないので、うん、まあ、こうなるときこういう風にした方が距離縮められるじゃんみたいな、うん、だけどここには確かにデメリットが出るからここ連れてきてもらおうとか、うん、そういうなんか本当に適当なこと言ってるわけじゃなくて、その人の理になるようなことも含めつつチームとしてはこういう風に守りたいよねみたいなのは伝えて、彼も彼でそれに沿う意見なのか、いやそれだったらこうの方が良くないですかみたいな意見も絶対あるん でそこをすり合わせながら、まあ、チーム力にしていくっていうのがもともと僕が気づいてた自分のスタイルがそういう感じなので、はい、なんか個人単位でもこう捕まえて細かい本当にポジション修正、まあ、こういう時はこういうサポート行くから見てねみたいな、うん、そういう細かいところと、あとチーム その守備のもっと大人数だったり、あとミッドフィルダーとかチーム単位でのコミュニケーションだったりも本当細かくしてたので、すごい濃いというか、内容的にはあのサッカーを目指す子たちはすごい参考になる時間になったと思う、はい、本当にありがとうございます。いや、ありがとうございます。で、まあ、今日はオフで明日また試合ということで、はい。はい、で、まあ、開幕まで続くんですが、まあ、最後にちょっと今年の目標とメッセージでお願いしたいです。はい。まあ、今年は本当にベガルタ仙台をあの J1 に導けるようにチーム一丸となってあの頑張っていきたいと思います。やはり僕がやっぱり先ほど大さんから言ってもらったそのチーム力という部分では、やっぱり監督を先頭に監督のやりたいサッカーに僕らの色をつけてやるっていうことがまず前提なので、僕らが色を勝手につけて僕らがやりたいようにやるっていうのだとやっぱり方向性って決まらないと思うので、やっぱり今回でいう伊藤明さん監督のやり方っていうものをまず僕らがまず一回吸収して、その中にあこういうアレンジした方がもっとうまくいくかな、あこの方がいいよねっていうのを本当に選手か監督とも含めて吟味し合ってあの高めていくのがチームだと思ってるし、そういうチームってやっぱ絶対強くなるべき方向を向いてるので、チームを強くしたいとか上を目指したいっていう子どもたちがいるとしたら、やはりそういうチームでどうやったら強くなるか、でもちろん個々一人一人が伸ばせるっていうのはすごい大事なんですけど、やっぱ11人でやってるサッカーっていうのでチーム力っていうのを本当に高める必要があるのかなと思ってます。まずそこをしっかり考えてサッカーやってもらえたらなと思ってます。ありがとうございます。本当に準備の大切さっていうのを本当に、ね、改めて痛感させてもらった動画だと思うので、まあ、開幕、これからあると思うのでベガルタ仙台注目していただいて、概要欄の方に記載してありますのでぜひ、ね、現地に行って応援していただければと思います。お願いします。今シーズンも期待してます。ありがとうございます。ナイス選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。